はい、こんにちは、僕です。パラノマサイト続きをやっていきましょう。相変わらずこの安田庭園にいるんですけれども、どうしたらいいのかわかんないんだよな。まあ、呪詛を使わせるって言ってるけど、使われたら死んでしまうんだろうな。まあ、話を聞いていきますか。どっちが聞きたいかな。呪詛玉のこと。他の貸し主の呪詛玉の再婚って合算できるのか？うん。さあ。でも、試す価値はあるでしょう。つまりあんたは、再婚は欲しいが、自分の手を汚したくないから、他人が貯めたものを奪おうってことか？うん、ちょっと当たり。ちょっと外れ。待てな。手を汚したくないわけじゃない。これっきりで済ませたいだけ。ね。これっきり、あ、2まで来ましたね。あと2。あと2つ、聞けるのかな。じゃあ、呪詛玉の話を聞いていきますか。俺の呪いの条件をあんたが先に踏む可能性もあるが。どうぞ。あ、全然通じないな。でも、踏んでいたら、そんなこと告げずに行使しているのでしょう。だって、あなたのことですもの。見られていたのかな、今まで。くそ、まさか知ってるのか、さっきの学生のことを。いや、しかし、もしこっちの条件まで知っているのなら、それを隠す必要はないはず。なぜなら、俺の条件は、把握していたら絶対に自分からは踏まないからだ。だから、まだ知らないんだ。チャンスはある。ねえ。勘違いしないでね。何がだ？すぐにあなたを殺さず、こうして話をしているのは、私の気まぐれ。最初から、対等に交渉できる立場じゃないってこと。1。ラストだよ。大丈夫かこれ。特に変化ないですよね。周りちゃんと見てなかったけど何もないよね。まさかね。この女性に完全に目を奪われていましたけど。いや、特に何もないですね。いや、わかんないな。この人の呪詛行使の条件が全く予想つかないですね。この場所にいることが良くないのかな。最後、呪詛玉のこと。本当は殺せないんだろ。さっきからの妙なカウントダウンもそうだ。ただの脅しだ。俺は脅しには屈しない。だからここは一旦諦めて。だったら。試してみればいい。あと1回。数字を継ぎさせてみればいい。あと1回。ああ、0。残念ね。え？ここまでってこと？うわ、出てきた。ああ、さよなら。火がついてる、燃えてる人だな。何？ギャー、熱い。火が熱い。やけ。ははー、そうか。あれか。あれを持っていたせいか。ライター？はぁ。あいつ。そうか、あいつが俺をつけて。探偵がなんでそこにいるんだ？くそ、今更わかっても。ライターを持っていることが良くないのか？まあ、確かにあの探偵ね、ライターはなんか結構ですみたいな感じでしたよね。大きい絵正午死亡。大きい絵正午、何それ。なんと、どうやらペッチ様の望まない結果に進んでしまったようですね。3回目だな。ですが、今回はこれでようやく条件が分かったので、よしとしましょうか。ご安心ください。
夫人との会話からいくらでもやり直すことができますから。やり直しますか、じゃあ。戻ったら大将を忘れなく。ただし、お金へ正吾はこのことには気づきようもないはずですから、あなた様が対応してくださいませ。いや、このペッチの立ち位置もよくわかんないんだよな。待って、持ち物、これでしょ？要するに、捨てられる？え？このライターを捨てる？どうして今そんな気になったんだ？いいから捨てる。え、これどうやってお金へ正吾に干渉しているんですかね？捨てよ。よくわからんが、てい。登記いたしました。え？今、あなた、何したの？どうして？なぜ急にライターを手放したの？え？いや、なんとなく、そんな気になって。どうして？どうしたんだ、あのうろたえようは。まさか、あのライターが条件だった？え、なぜ、なぜ俺は？どうして、やるか。聞くのか？キャハ。またその顔か？毎回その顔だよな。ガハ、ゲホ。そんな、週一。何人目だ、これで。あれ、探偵は？あれ、あんまりたまりませんでしたね。置いてけぼりに 25% だから、足りない、足りませんね。あれ、で、探偵は出てこなかったですね。まあいいや、両国橋にじゃあ行きますか。あれ、両国橋はなんだっけ？両国橋。待って、見れるかな？片刃の足か。片刃の足だ。おこまと止め蔵ね。止め蔵とおこまか。ここは何があるかな？あ、いる。いや、ちょっと失礼するよ。うわ。突然呼び止めてすまないね。一つ尋ねたいのだけど、いいかな？君は、かしり主かい？何？あ、見える。あ、足だけ？え？あ、こいつも涼しい顔をするやつなの。なんだあの足。こいつ、かしり主であることを積極的に明かしてくるとは。もしや、それが条件に関係しているのか？あれ、なんだろうあの足。いや、右手右足じゃないの。両足があるんだけど。これは、こいつの呪霊か？そうなんでしょ？こいつ、自らかしり主であることを明かすとは、どういうつもりだ？それでも、先に条件を踏ませる自信があるのかもしれない。要注意だ。ここは何と答えるべきか。俺もかしり主だって言っちゃいますか。ああ、俺もかしり主だ。そうか、素直に認めてくれてよかった。まずは落ち着いて話がしたいからね。僕の名前は波垣雄太郎。呪霊は足洗い屋敷だ。よろしく。あ、片刃の足じゃないんだ。波垣雄太郎。まあ、情報はどうせないんだよね。特に何もない。足洗い屋敷なんですね。だから足なんだ。話だと？ああ、僕は目の前にいるのが、かしり主だからって、問答無用で呪詛を行使するほど野蛮じゃない。君も愚かじゃないならば、そうしてもらえると助かる。別れるか、お前。分かったって言っちゃっていいかな。分かった。いいだろう。話を聞こう。ありがとう。悟い判断ができる相手でよかった。考えますか。かしり主同士で話だと？どういうつもりだこの男。どういうつもりでしょう。俺よりも若そうな男だ。大学生くらいか。物怖じしない、堂々とした態度だ。
さぞかし自信があるのだろう。話ってのは？ああ、単刀直入に言おう。僕と手を組まないか？手を組む？再婚を集めるのにか？ああ、君も蘇らせたい人がいるから仕方なく呪いの力を使うのだろう。だったら、一人で一人分を集めるよりも、二人で二人分を集める方が効率的だ。あれ、全部で何人いるんだ？ 9 人いるのかな？で、一人につきだいたい 30% であれば、二人で分けても、三人、まあ、4人ずつ殺せば、4人ずつ殺しちゃったら、足りないんだ。足りなくない？最終的にはどっちかを殺すことになるんじゃないのかな。足りなくなるんだよね。あれ、どうなるんだ？ちょっと考えればわかるだろう。分担できるし、呪いの条件も2種類が使える。協力か。考えてもいなかったが。呪詛玉に集めた再婚は再分配できるのか。それが最低限の条件な気がするが。だから、まずはその検証からだね。それも二人じゃないとできないから。そうか。どうしよう、話にならないかな。どうしよう、いいだろう。いいだろう。協力してお互いが達成しやすくなるなら悪くない話だ。ありがとう。君が物事を合理的に考えられる人でよかった。その前に、一つ確認しておきたいが。そもそもあんた、今どれくらい再婚を集めてあるんだ？ああ、もちろん手に入れてるよ。僕はやればできるんだ。え、どのくらいかを聞いてるんだか？てんてんてん。1% だが、大丈夫。僕の呪いの条件はすこぶる簡単だ。すぐに集められるさ。1% ってことは何の関係もない人を殺してしまったんですね。君だって一人ではまだ集められていないだろ。92% だ。ん？何がだい？俺の呪詛玉の今の再婚の量だよ。はぁ？え、それ本当か？どうやらあんたとは覚悟も行動力も違うようだ。俺は一人で集める。協力の話はなかったことにしてくれ。なんだと？そんなハッタリでこっちがひるむと思っているとは。そうか、残念だよ。話をする気がないならば仕方がない。え？せっかく生き残れるチャンスを自ら棒に振ってしまうとはね。え？何？え、条件、え、嘘、なんだ、これは呪詠の声。僕の足洗い屋敷は七不思議の中でも特に強い恨みの記憶を持っているのだ。耳を塞いでも聞こえてくるだろう。この呪詠の声を聞いたらもうジエンドだ。くぅ、え、ダメなんだ。うわ、先手を取られるな。お金へ正午死亡。くっそー。死にゲーか、このゲームは。なんと、このセリフも何度聞いたことか。これは私の勝手な推測ですけど、あなた様には、あなた様にしかできない、呪詛の回避方法があるのではないかと。ご安心ください。あなた様なら、波垣青年との会話から何度でもやり直すことができますから。あなた様にしかできない？呪詛発動前に対処を忘れなく。ただし、お金へ正午は、このことには気づきようもないはず。ああ、そこは前回と同じか。なんだ？声を聞いちゃいけないっていうのはもしかして、なんかシステム的なところこういうところが影響あったりするのかな？あれは何？ボイス音量になるのかな？あ、ボイスってそういえばね、これちょっと気になってたんですよ。一番最初に聞きたくない声がありましたら、この音量を下げてくださいみたいに言ってましたよね。でも、このゲームね、全くキャラクターボイスがないんですよ。CV がないんですよね。このためだけにあったりするのか、もしかして。
これでやってみますか。すべて反映？これでいいのかな？どうしよう。話にならないな。悪いが、そこが不確定では話に乗るわけにはいかない。検証中に持ち逃げされる可能性だって拭いきれない。いやあ、そこは信じてもらうしかないな。一人で集めるのも難しいだろ。92% だ。ん？何がだい？またこのやりとりなんだ。どうなるかな？いや、他に思いつくことないからさ。え？大丈夫？せっかく生き残れるチャンスを自ら棒に振ってしまうとはね。何？僕の足洗い屋敷は七不思議の中でも特に強い恨みの記憶を持っているのだ。耳を塞いでも聞こえてくるだろう。この呪霊の声を聞いたらもうジエンドだ。どうなの？ん？ほら、声なんて聞こえないが。何？そんなバカな。しかし確かに、あいつは無事だ。どうなっている？どういうことだ？そんな防ぎ方ができるんだ。俺もよくわからないが、あいつの呪いの条件は達成できていないようだな。これはチャンスだ。波書き、お前の呪いは俺には効かない。要は特別に見逃してやるから、とっととここから去れ。くそ。だったら勝手にやらせてもらうぜ。絶対後悔させてやる。さようなら。ぐあが、これ何も感じてないのかな、こいつな。なんて、何が。あれ、誰かいる。待って、誰かいるんだけど。これ誰？あれ、消えた。呪詛玉置いてけぼりに 20% の再婚を追加いたしました。これで溜まりましたね。あれ、貸しり主によって違うんだね、再婚の量。何なんですかね。あと、今いた人誰だったんですかね。助かった。うまく最後の再婚も手に入った。ちょっと待って、これ戻しておきますか。戻して大丈夫かな？ボイス音量。こんなオプションで敵の呪いを防ぐみたいなことができるんですね。偶然か。相手の条件がなぜか効かなかった。これならいける。俺にはきっと何かついてる。そうだ。呪詛玉は、今のでかなり溜まったはず。なんだ？うわぁ。どうなるんですかね？ 100% 超えてるよね？ストーリーチャートが解放されました。どういうこと？大きい絵正吾はどうなったの？陽子はどうなるんですか？物語の途中ですが、ここでストーリーチャートについてご説明をいたします。あ、そういうのがあるんだ。ストーリーチャートに入りますと、このような感じの画面になります。こちらで今回の物語全体の構成を把握していただけるだけでなく、なんと過去のストーリーをやり直して、異なる分岐ルートへ展開させることも可能なのです。素晴らしい。まさに今の大きい絵正吾が求めていた力と言えましょう。こちらのストーリーチャートは本来であればあなた様が自由に使える機能だったのですが、都合によりここまではロックさせていただいておりました。あー、これじゃない？ここにある、あ、ないよ。ちょっと待って、ないよ。あ、これから解放されるのかな。ここに出てくるんじゃないかな。はい、これ以降は物語の区切りごとに一旦ストーリーチャート画面に戻りますので、次にどの話を進めるのかはその都度ご自身で選択をお願いします。へー、なんだ、あれこんなの前からあったのか。視線の操作はまあいいや。早送り機能とキャンセルボタンって、そもそもどのボタンがキャンセルボタンなんだ。ゲームパッドじゃなくてキーボードの遊び方が知りたいんだよな。チャプターの終了には2段階あります。
終了扱いであっても、まだそのチャプターでやれることが残っている場合は、暗くならず明るいままになります。それではペッツ様のご健闘をお祈りいたします。ところで、こちらのストーリーチャートで過去に戻って行動をやり直すにあたり、どこで何をすればいいのかはお分かりでしょうか？お分かりですよね。そのためにここまで頑張ってきたわけですから。福永陽子が何をトリガーにしてあのように死することになったのか。ここまでにも何度かやってきたのでもう大丈夫ですよね。それを行わなければいいのです。ただ、先ほどのライターや声の剣と同様に、沖江翔吾自身はそのことを知る由もありませんが。あ、ちなみにですけども。沖江翔吾が、ここまでに何人の人を呪い殺してきたかは把握されていますか？あれ何人だったかな？ちょっと待って。あ、わかったわかった。これね、多分、てん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 って書いてあるじゃないですか。沖江翔吾がっていうのは、多分一人じゃない？女子高生だけじゃないかな。それ以外は全部僕の意思で殺しているので、沖江翔吾が殺した人数は多分一人。ほほ、なるほどなるほど。どうなの？そのように捉えていらっしゃるのですね。ちなみに正解は？え、どうなんですか？違うの？ああ、ほら、一人です。おお、見事正解ですね。さすが、正しく把握されているようです。なるほど。であれば大丈夫でしょう。あ、正解した。殺したのは誰？実績の解除。それでは、ストーリーチャート画面から物語の続きをお楽しみください。ああ、その解釈で合っていたんだ。え、で、待って、これは一つのエンドだったってことなのかな？ここも分岐してるってこと？あー、陽子を死なせてしまったか。死なせないっていうこともできたってことなんですかね。これなんだ？この月と太陽のマークは何なんですかね。あ、で、ここにストーリーチャートが出てきました。へー、やばいな。物語は一直線じゃないんだ。え、じゃあここからやり直していきますか。途中からってどこからになるんですかね。秘術、陽子さんに異変が？ここかな？うわ。なんだ？今なんか、すごく変な空気が。あ、ここだね。まだ生きてるもんね。陽子さんどうしたんだ？これ結局陽子さんには何が見えてるんだろう。俺の背後を凝視したまま凍りついたように動かなくなってしまった。後ろに何かある。まあ、これもね、ある意味、沖江くんじゃなくてペッチ、私自身を指さしているっていう解釈もできるかなってちょっと思ったんだけど。陽子さん、どうかした？ああ。おい、どうしたんだ、しっかり。はあ、嘘、ああ。ちょっと後ろ振り向いてみますか。なんで？しか言わない。陽子さん。ダメだ。話をできる状態じゃない。諦めずに呼ぶ？え？なんだ？呼び続ければ解決するのか？でも、これだけ呼んでダメなんだから、原因を探した方がいいんじゃ。何もない。あ、何もないんだよね。確かに。陽子さん、しっかりしろ。こっちを見てくれ。大丈夫だ。何もない、大丈夫だから。陽子さん？え、どうなるの？それで。あ、進んだ。いや、すげえ続き気になる。パート3ダッシュになりましたね。突き動かされるような衝動のままに、我を失った福永陽子を必死に呼び続け、何としてでも呼び覚まそうとする沖江翔吾。その思いは彼女に届くのか。沖江翔吾、午前1時台。
金絞り公園。あれ、正気に戻った？あれ？あ、よかった。気がついたか。あれ？私、大丈夫か？突然我を失うほど混乱していたようだけど。めまいとか、頭痛とか、肝の虫とかあったりしない？久永陽子さん。ん？それなんだっけ？聞いたことある気がする。自分で言ってたやつじゃないか？あ、そっか。じゃあ、肝の虫だったのかも、私。さっきのあれが？肝の虫でああなるの？この年になってからの肝の虫は命に関わるって聞いたことあるからね。よかった。いつもの調子も戻ったみたいだな。そうだね。ごめんごめん。迷惑かけちゃったみたいだね。でも、何があったのか、ほんとよく覚えてなくて。えめ、俺の時と似た感じだな。なんかこの場所、危険じゃないのか。あ、そもそもお金井くんが目覚めたところから物語は始まりましたけど、なんでお金井くんは意識を失ったんですかね、そういえば。言われてみれば。中止。ああ、なんか危険を感じるし、陽子さんの具合も心配だ。今日の捜索はもう中止しよう。やだよ、せっかく乗ってきたところなのに。いや、ダメだ。タクシー代は出すからもう帰れ。それから俺は、ごねる陽子さんを半ば強引にタクシーに押し込んだ。それでも、あまりにも彼女がごねるものだから。俺が一人でもう少しこの公園を調べてみるからという約束をして、どうにか納得して帰ってもらった。置いてけぼりの銃、なんだっけ？置いてけぼりのあれはどうなるんですかね？まだ続くんだ。で、待って、夜が明けるんですね、これ。多分。あ、ここに書いてあるのは、なんだろう、タイムラインになってるのかな？ここが夜で、朝になるってこと？で、多分この感じはね、今はお金井くんしかないけど、他の人も出てくる感じじゃないですか。多分ね。金絞り公園パート4。ここも新しいパートになりますね。相変わらずお金井くん。午前5時台。あー、夜が明けた。金絞り公園。なんでこの BGM なんだ？続いてのニュースです。本日未明、墨田区の公園内にて倒れている男性を巡回中の警察官が発見。男性は病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認され、警察はこの近辺で同時に発見されている複数の不審死と関連性があるとして調査を進めています。しかも死因はこれ置いてけぼりじゃないですか。パラノマサイト。ファイル23、本庄七不思議。いやー、ここから始まるのか。今までやっていたのはプロローグということなんですかね。オープニングでしょ、これ多分。うわ。なんでお金井くん死んでしまったんだろう。誰か別の人が置いてけぼりの受根、あれ何でしたっけ、ちょっと何て言うのか忘れちゃったな。あの玉の持ち主になって殺されてしまったんですね。いや、考えられるのはあいつだよね。弓岡でしたっけ、匠。あいつが怪しいよな。どうもお疲れ様でございました。これにて、お金井正吾編、終了でございます。エンディングではございません。むしろ、ここからがようやく本編です。これより、新たに3人の主人公のルートが解放されます。あ、息子を誘拐事件で亡くした女性、シギマ・ハルエ。
そんな名前だったんだ、マダム。え警察官の殉職事件の捜査をする捜査一課警部堤哲夫。不審な自殺で亡くなった親友を蘇らせたい女子高校生坂崎やっこ。そんな名前だったんだ。いずれも蘇りの秘術を求める読んどころのない事情を抱える者たち。これらの物語を追うことでようやく今回の事態の全貌が見えてくるかと思います。それでは続きをお楽しみください。いやー、面白いぞこのゲーム。一気に3人増えた。選べるんだ次からは。ちょっとどうしようかな。ここがすごくキリがいいので、ちょっとここまでを一つのパートに収めて、こっから先はね、次のパートで、やっていきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。ではまた。